国家の合唱ですか。ちょっとねこう現場にいると鳥肌が立ちますよね。なんとなく何かロンドンのウェンブリーに来たような、うん、そんな雰囲気にさせてくれるイングランドのサポーターです。ただそのイングランドの決勝トーナメントへの最後の関門、このナイジェリア、すでにその決勝トーナメントの進出はないとはいえ、イングランドにとって戦いにくい相手だと思いますが、いやね、本当にもう開き直ってナイジェリアの方は戦えると、まあ、そういう相手と戦うって非常に難しいと思いますから、キックオフで間もなく前半が始まります。少し下がり気の位置から前線に飛び出してきたスコールズ、そのスコールズが入れて、バッアシュリー・コール、シンクレア、もう一度スコールズ、いいでしょ、オフサイドありません。アシュリー・コールフリーでクロスが上げられそうだ。いわゆるマイナスボール、折り返してきましたが、スコールズのミドルシュート、得意のミドルシュートがまずありました。前半立ち上がりの3分、両チーム最初のシュートはイングランド、スコールズ。今ねアシュリーコールがねフリーで上げて、あのクロスボールを上げる状況だったんでね、もう少しいいボールが入る。今はほとんど自陣に戻ってのディフェンスのイングランド。こっから奪った後ね、応援を見てですね、いいボール出しますからね。おこちゃのいいボールが来た。さすがのプレーです、おこちゃ。いやちょっとヒヤッとしましたね。今飛び込んだのはアクウェグブ、VTR の間にイングランドがナイジェリアのゴール前まで攻め込んでいきました。抜けていく、クロスが入ってくる、どうディフェンス入りました。危なかったイングランド。ウデゼのクロス、詰めていったのはアガホア。いや本当に一人一人はね素晴らしい選手がいっぱいいますからね、ナイジェリアの方は。右サイドバックのミルズですね。ミルズです。クロス入ってきた、ヘスキーのシュート、正面でした。いややっぱりねあの辺のね前への飛び込みの迫力、ヘスキーありますよね。右サイドバックのミルズからです。ただねミルズに出したねこのスコールズのパスというのもね、ベッカムがこの位置にいます。中盤の右サイドをポジションとする選手ですが、オーウェン、オーウェンのドリブルのコースが空いた、とちょっと突っかけられたような形になりましたが、ディフェンス入りました。コーナーキックになります。さあ今度はこちらのサイドからですが、今のプレーです。よくね厳しい位置でフリーキックを与えました。蹴るのはおこちゃ、直接でも行ける距離ですが、ゴール前にはディフェンダーのウデゼも上がっていますが、直接行った、審判の前つついていきましたが、ゴールを外れていきました。ベテラン38歳のシーマン。いやーシーマンよく読んでましたね今ね。これおこちゃ狙ってきましたね、直接近いサイドを。そしてオーウェンフリーでもらった、オーウェンのドリブルのコースが空いている、来ましたよシュートだー、外に外してしまった。いやー来たと思ったですけどね、まさにオーウェンのコースでしたが、こっからですよね、ボール受け取って早いですよねこの辺からオーウェン。立っているように見えるんですけどね、ゴールキックですか。ブーイングは今ゴールキックに変わったことへのブーイングでしたが、本当にトップギアに入ったら誰も止められません。あのエリア、そしてオコちゃんのパス、いいでしょ、左サイドフリーになっている。ゴール前に3人詰めてきたナイジェリア、シュートに行くのか、ディフェンス入る、オコちゃんのシュート、いいに外れていきました。いやあの辺から持ってますからねオコちゃんね。こちらのシュートでポストとかバーっていうのはあるんですよね、今大会も。
3大会連続のワールドカップ。パーセント故障を抱えていてフル出場は難しいということでベンチスタート来ましたよ。ヘディングはまだ浮いている。イングランドのチャンス。応援来る。応援が来る。シュートは弾かれた。ロングシュートは最後はバットか。まだオーウェンにゴールが遠いですね長谷川さん。あの、ね、このベッカム のパスですよ。本当にやらしいところに上げますよねボールを。こぼれたところにオーウェン。もう一度アシュリーコール。シンクレアつなぐ。フリーで待っていたミズのシュート。左に外れた。ただイングランドのシュートが徐々に徐々に何かゴールへの予感を感じさせるようなものになってきました。ペスキースコールス。後半のキックオフです。イングランドはこの45分勝つか引き分ければ決勝トーナメント進出が決定します。オパブンミ、そして2トップがアクウェグブ、アガホアの11人です。おっと危ないでしょ。チャンスになるナイジェリア。アガホア、アガホア、アガホアのシュートはディフェンス入ってきた。いやちょっとね一瞬ヒヤッとしましたね。としては先に点を取られるとゲームプランが一気に変わってしまいます。そうですね、もうディフェンスラインのですね簡単なパス交換を取られましたよね。速さのあるナイジェリアのフォワード、アガホアもここで打てればね、ちょっとね今日は切り返しが全般的に多いですか。うん、クレグル、ロングシュートはクリストファーです。中盤のディフェンシブな位置にいるクリストファー。この辺のミドルレンジからのシュートというとやっぱりこうイングランドの方が一番上手だなという感じがしますよね。さあどちらを狙うか。ワールドカップ予選でこの本大会出場の切符をつかんだフリーキック。曲がってきた。このフリーキックの瞬間は長井のスタジアムが息を呑んで見ていました。今のイメージとの違いはどのあたりなんでしょうか。ちょっとね落ち方が足りなかったですけどね、もうキーパー反応してませんからね。これは多分ね枠に行ってればもう全くキーパーされなかったですね。逆にチャンスはイングランド。ヘスキー、あっと応援の前にボールが来ましたが今一つ届きませんでした。ゴールス、スコールス、バット来るでしょう。バットのミドルシュート、右に攻めました。いや本当になんか急に静かなところからわっとスピードアップしますからねこのゲームも。これはしっかりねアウトサイド少しかけてね狙ってるんですよね。イングランド強烈なシュートはヨボのシュート。初戦はディフェンシブな中盤、そして2戦目は右サイドバックに入っていたヨボ。パスの交換からフリーで入ってきた。おっとクロスだったかもしれませんがボールは思いのほかいわゆるアウト回転がかかってゴールに向かっていきました。どうですかね、狙ったのかもしれませんね。一
ってみましょう。これねパッてね多分アシュコールがね中見た瞬間にフォワードがいなかったと思うんで、でアウトで引っ掛けて、ね、狙った可能性はありますよね。あ、際どいボールでした。あの十分間に合ってですね、あのインサイドでかけて逆回転でとします。ナイジェリア代表背番号23番テミオカゴミニ選手に代わりまして7番パイアス・イケビア選手が入ります。低いボールできた。うわ、触ったバッセルですが、触ったら入ったというような振り切りでしたけどね、これ低いボール来たんですよね、わざと。うわ、もう少しというところでバッセル、ほんの少しでもコースを変えていればという。そうですよね、ここあと1センチぐらいですかね。まだ両チームに得点はありません。こう第2戦のアルゼンチンに1対0の勝ち。そしてこの第3戦、イングランド、ナイジェリアと両チーム無得点の引き分け、1勝2引き分け、勝ち点5でイングランド決勝トーナメント進出を決めました。